東京都立文京高等学校は、東京都豊島区西菅も一丁目に所在する都立高等学校。東京市立の旧正中学校を前身とする都立中堅新学校。校訓は、市政一貫。豊島区に所在するにもかかわらず、文京高等学校を称するのは、新生高等学校に移行した当時、戦災のため学校が文京区内に加遇しており、また、 文京区内に新校舎を建設して移転する予定があったためである。文京区での新校舎建設が断念され、豊島区の旧校地に校舎を建設して移転することとなるが、その際にはすでに都立都島高等学校が存在していたために解明はなされなかった。キャッチフレーズは、夢を叶える通り道努力の汗、感動の涙、僕らの本気がここにある。近年、 校内改革が急速に進んでおり、1から2年次に国公立大進学を重点目標とする国公立クラスが設置されている。国公立クラスは希望制で、夏季講習などの長期休業中の講習への参加が義務付けられている。また、上位の大学を目指すには時間確保が不可欠との考えから土曜授業も復活している。放課後には、 様々な大学の現役生のサポートによる自主学習室が開かれており、多くの生徒が利用しているほか、早朝や長期休業中には受験対策講座が数多く開講される。入試においては、都の共通問題を使用している。部活動も盛んに行われており、運動部活動推進重点校に指定されているほか、バスケットボールや陸上競技などで、 スポーツ推薦も実施している。近年は総計などの難関私立への合格者も増加している。入学後すぐに一泊二日の春季セミナー合宿と呼ばれる勉強合宿が箱根町で開かれ、勉強習慣の確立を目指す取り組みが行われる。また6月には体育祭が開催され、毎年盛況である。新度公園の機会では、 ベネッセ等の外部講師による講演も行われている。文化祭は、死運祭と呼ばれている。この記事は、プロジェクト、学校、高等学校テンプレートを使用しています。ありがとうございます。